なんで京都の出張多いんだろうな <laughs> 呼ばれてるってことはす <laughs> <laughs> 今日は京都の高校で AI についての <laughs> まあ授業というかやり取り <laughs> 説明相談みたいなものに乗りますなんか最近その文科省がそのスーパーサイエンスハイスクールみたいなやつとか AI 系もなんかそういうのあるらしいんですよねそれでちょっと相談を持ちかけられてやってみるとはいおはようございますええー、今久しぶりに久しぶりですかまあ そんな久しぶりでもないんで今回は、えー、ちょっとしばらく関西地方に滞在する予定で昨日はねあのー、京都市立、えー、芸術工芸高校という、えー、高校生の頃からもうひたすら絵を描いたり染め物したりとかっていうなんかアーティストとなるべく 訓練を積む人たちの学校に行って、まあ、生成 AI でクリエイティブというのがどういうふうに変わるのかと僕なんかもそんなこと喋っていいのか分かんないですけどあのそういう授業をさせていただいたりとか、まあ、先生方とどうやって、えー、生成 AI、えー、授業に取り入れていくのか,くのかみたいな、まあ、議論というかですねあの意見交換みたいなのをしたりしました。でもまあ 結構僕初めてそういう学校が知らなかったんですけどもなんか歴史としては140年ぐらいあって戊辰戦争終わった頃からもうあるわけですよね。で京都という場所柄もあるからやっぱりそのなんか何ですかねあのまあやっぱり芸術とかねまあ日本画とかあのそういうのを極めたい人たちっていうのは若い頃からやりたい人たちが多かった。 だろうなぁとでまあ当然その頃でこう中学高校大学みたいな区別がないのでそこからまあ現代風にどんどんアップデートしてきて現在に至るとでも最近だとなんか VR とかなんか 3D プリンター使って漆にするとかか,かなり新しいこともやっていて面白い学校だなというふうに思ったりしましたで、えー、今日はまああの 一日フリーというか、まあ、明日また大阪で朝から仕事なんで、ちょっと東京帰るのも面倒だなっていうので、大阪に泊しようかなっていうことで、ちょっとまあ仕事もいろいろ立て込んでるんで、それについて考えたりとか、しようかなと思ってます、ま。あ とにかくね、あの頭を使う仕事っていうのは休まるところがないわけですよ。で、まあ、昨日なんか僕の iPad Pro が、いつも使ってる iPad Pro が、なんか充電できなくなっちゃって急に。で、ジニアス行く暇もなかったんで、もう買っちゃいました。iPad mini。で、買って驚いたんですけど、めちゃくちゃ軽いんですよね。僕なんか iPad Pro、 11インチをずっとこうやって手で持って歩いてたからこんなに軽いのって本当結構衝撃受けた <laughs> これこんな軽かったら不安じゃないみたいないつもなんかダンベル運動みたいなことをしてるわけですよねで今回はなんか去年だかなんかできた新しいホテルに泊まってみたんですけどなんか外国のお客さんがすごい多いらしくて泊まってみたらとか言って。 地元の友達に言われて泊まってみたらあの湯船がないんですよね外国の人ってシャワーしか見なかったりするから湯船がないのはきついなと思うんですまあただあの朝食とかはなんか割とちゃんとしっかりしてて食べたいものを食べれたっていう感じでまあそこの満足度は結構高かったです でまあ、関西に来ると必ず会う友達がいるんですけど、えー、この彼がなんか鶏料理のお店に昨日連れてってくれてで鶏刺し、鶏焼き、<う>えー、鶏鍋で最後、親子丼というんですねこれでもかというぐらい鶏が出てきて,ていろんなお方ができるといやこれも美味しかったですね。 いつもとちょっと違う環境に身を置いて、なんかちょっと違う感じのアイディアが出てこないかなと、まあ、まあ僕がこうしてる間にも、えー、うちの社長、AI スーパーコンピューター、次の助は、えー、せっせとですね、データセットを大量に作ってくれてるんで、あのーまあ、そっちはそっちで良、えー、いのかなと思います。 というわけで、えーまあ、関西、関西、関西、<laughs> 関西なんで。まあちょっと、今年はでもこれで終わりかな、関西来るの。まあ、というわけで、えー、皆さん、また明日お会いしましょう。さよなら。